皆さんこんにちは。今回の動画はフレーズの練習シリーズという形で毎度やらさせていただいております。今回の動画はですね、バンボブチキンさんの、レムという曲のイントロのアルペジオの部分をやらさせていただきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。では早速こんな感じっていうのをやってみます。3、はい。っていう感じの、感じでございます。まず、この曲をやるときは、半音下げのチューニングでやってください。はい。あとですね、このフレーズ、このフレーズは、フィンガーピッキング、ピック使わないですっていうのでやるんですけども、何回かこう、僕の動画の中でフィンガーピッキングで、やるフレーズを紹介させていただいておりますが、それと一緒です。まあ、このやり方じゃなくても全然大丈夫なんですけれども、6、5、4弦が、親指。で、人差し指で3弦。で、中指で2弦。で、薬指で1弦。こういう感じのスタイルで僕はやっておりますので、まあこれじゃなくても先ほど言ったように全然大丈夫なんですけれども、まあなんかやり方わかんねえなみたいな、どんな感じでやったらいいかわかんねえなっていう方いたら、まあ真似してやってください。はい。でですね、この、フレーズなんですけれども、こう、リズムがね、ちょっと難しいとことはちょっと置いといてください。まあいろいろあるんですけれども、リズムがあるんですけれども、たーた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 っていうリズムでやってください。シンプルに楽譜だけをこうスパッて読むんじゃなくて、こんな感じのリズムで。たーた、たーたって感じですね。たーた、たーた、たーた、たーた。たーたって感じで、普段の楽譜の読み方とはちょっと違う感じになりますので、まあそこら辺を注意してやっていただくと嬉しいです。はい。あとですね、ここに、2小節ありまして、ちょっと裏のね、裏にも2小節あって、4小節の、フレーズになるわけなんですけれども、4小節中の、例えばこれを一塊、この2小節を一塊としたら、次の2小節、2塊目の最後だけが変わるフレーズになりますので、まずはここの、ちょっとお見苦しいところもありますが、楽譜をちょっと書いてみましたので、まずこの1ページ目の、1小節目と2小節目を、できるようにしてみましょう。はい。では早速いきます。もう楽譜書いてあるので、ほんとこれ通りにやっていただければ大丈夫って感じなんですけれども、僕なりのやり方をやっていきたいと思います。まずはですね、中指、左手の中指使って、5弦の3フレット。で、次、薬指、左手の薬指使って、1弦の3フレット。そして、右手は親指と薬指。5弦じゃなくて、6弦、6、5、4弦担当の親指と、1弦担当の薬指を使います。で、和音ですね。一緒に弾きます。一緒に弾いてみましょう。バスで、次、3弦の開放弦を弾きます。慣れるまでちょっと頑張って覚えていきましょう。3弦は、人差し指。うん。で、次、ここですね。こっち。ここ行きます。ここはですね、まず、この形を最初に作っといたら楽です。中指。左手の中指で、1弦の2フレット。で、ここ。和音なので一緒に弾くので相方がいるわけなんですけれども、それが4弦の開放弦。なので、左手は何も押さえません。で、先に、こっちの3弦の2フレットを押さえておきます。3弦の2フレット、僕の場合は、すいません。1弦の2フレットは中指じゃなくて、薬指じゃなくて中指で押さえておりました。で、
3弦の2フレットは人差し指。まあ、こういう感じですね。こういう感じ。ほう、ここ、ここ。こういう感じ。で、1弦と4弦の和音を先に弾きます。で、3弦の2フレットに戻ります。トントン。こんな感じ。ゆっくりやると。っていう感じですね。はい。で、次。次はね、見てもらうとわかると思うんですけれども、0が多くて3だけです。なので、左手で使うのは、僕の場合は薬指1本でございます。左手の薬指で、2弦の3フレットを押さえます。バスッと押さえまして、で、ここで初登場。2弦担当は、間違えました。中指でございます。中指ですので、2弦の3フレットと6弦の開放弦を一緒に弾いてあげます。和音ですね。で、4弦の開放弦。で、3弦の開放弦。で、2弦の3フレットに戻る。おう。という感じ。はい。で、次、下行きましょう。ここですね。まずは、中指で5弦の3フレット、ここを押さえます。そして、1弦は開放弦の和音です。これも和音。で、次、3弦の開放弦に行きます。上とすごく似てますね。戻るところが、ここ。ここ。まあ、先言っちゃいましたけど、ここですね。で、次。次も、さっき言ったのと同じように、ここの塊、この2つの形を先に作っちゃいます。まず、薬指で2弦の3フレット、ここを押さえます。で、4弦は開放弦。次。で、3弦は2フレット。3弦の2フレットは僕は人差し指で押さえてます。こういう形。こういう形を作りまして、先に2弦と4弦の和音を弾いて3弦を弾く。こっから通すと、お、こんな感じ。うん。はい。で、次。ここですね。ここはですね、さっきのこの上と一緒で、左手1本の指しか使いません。ここですね。6弦の3フレット。6弦の3フレット、僕の場合は中指で押さえます。中指バス。押さえて、で、まず6弦と開放弦。2弦の開放弦の和音。指使いはなので全く一緒ですね。ここと。ここと全く一緒。で、4弦の開放弦、3弦の開放弦、で、2弦の開放弦に戻る。リズム気をつけてくださいね。リズム。うん。和音弾いてから単音、単音、単音。って感じ。こっから通すと。っていう感じです。ちょっと初めから言ってみましょうか。初めから言ってみますよ。いきます。こんな感じになります。まあなんか、わかるわ、みたいな感じの方言ったらごめんなさい。こんな感じです。で、次の2小節で、終わりなんですけれども、次の2小節、変わるところがこのページと1個しか変わりません。そこがですね、ここです。ここの部分が変わります。ここの部分。なので、ちょっと次のページはさらっといって、ここだけやりますよ。いきます。ちょっと変わるところが1部分。ういー。こことここは前のページと全く一緒です。こことここ、1小節目のところと2小節目の後にあったフレーズが一緒。ここはもう全く一緒です。1小節全く一緒。タンタン
全く一緒ですね。で、次が、ここがちょっと違います。ですね、まずはですね、これも左手一本しか使わないので、先に形作っちゃいましょう。人差し指、左手の人差し指使って、2弦の1フレット押さえる形を、まあ作っても最初に作ってもいいかもしれません。最初に、こういう形を作っておいてください。で、作っておきまして、1弦の開放弦と5弦の開放弦の和音を弾きます。で、和音を弾いたら、3弦の開放弦に行きます。はい。で、次ですね。ここ、1弦、すいません、2弦の1フレットと、4弦の開放弦を弾きます。で、3弦の開放弦に戻る。ゆっくりやると、っていう感じ。っていう感じ。で、ここは、全くさっきのページの、一番最後と一緒。中指で3フレット押さえて。っていう感じでございます。ここだけ違います。ここ、流れでいくと。ここだけが違いますね。っていう感じでございます。まあ、前のページと全く一緒なので、まずは、基本の最初やった方ですね。よいしょ。最初やった方、こっちを、まず、このページをめっちゃこう練習してみて、おお、人差し指ってどっちだっけみたいな感じとかでやっていただいて、で、次のページの、ここだけ変える、みたいな。ここだけ変える、ここだけ変える、みたいな感じでやっていただければ、なんとかいけると思いますので、ぜひとも、よかったら、参考にしてやってくださいませ。リズムですかね。たーんた、たーんた、たったたったーっていうリズムをちゃんとキープしてやれれば、綺麗にアルペジオが弾けると思いますので、ぜひとも、その辺気をつけながらやっていって、言ってください。今回の動画は、バンポブチキンさんのレムという曲のイントロ部分をやらさせていただきました。ありがとうございます。今回の動画もありがとうございました。またよろしければチャンネル登録やグッドボタンの方、ぜひともよろしくお願いいたします。はい。また、アルペジオシリーズをぜひともやっていきたいなと思いますので、またよろしければご参考にしてくださいませ。それでは皆さん、バイバイ、またねー。